東区歴史ガイドボランティア散歩会が案内する東区のおすすめスポット、今回は石見十太郎誕生の地を紹介します。野島三丁目にある御観音様広場のあたりは、16世紀後半野島城主である小早川家の家臣たちの屋敷が立ち並んでいました。現在その一角に石見十太郎誕生の地の石碑が立っています。石見十太郎は伝説的な豪傑で、小早川家の剣術指南役の次男として生まれました。彼は父親を殺した広瀬群像を追って仇討ちの旅に出ました。その道中で猿の姿をした妖怪といわれる比企の大事など数々の武勇伝を残しています。慶長9年9月20日ついに丹後の天の橋立で群像を打つことに成功しました。その後十太郎は鈴木田隼人正を兼助と改名し、豊臣秀頼に仕えたと言われています。慶長20年の大阪夏の陣では真田信繁らとともに出陣、5月6日の道明寺の戦いでは奮戦するも戦死しました。この石碑は大正13年に建立され、平成19年に再建立されたものです。石碑は明治から大正と子どもたちの憧れだった豪傑の名を今に伝え続けています。